よくわからない人がいて、なんか困惑してるかもしれないですけど、今日はイケてるお兄さんたちがですね、私の曲をですね超かっこよく演奏してくれるので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。軽くちょっとメンバー紹介しておきますね。パスライドというバンドのケントさん。古文で言うと蝶々という意味のベース、テオさん。羽ばたいてもらいましょう。それでナーティックの大輝さん。ちなみにですね、なんか私のお宅にですね、すごい似てる人がいてですね、すごいんですけど、なんか結構似てませんか？めっちゃ似てると思って。あ、でも大輝さんの方がちょっといい声してるんで、あの、見習ってほしいなって思います。そして、今日の主催のマルさん。私と、あ、そしてボーカルのですね、エコピです。よろしくお願いします。ということでね、超いい感じに演奏してもらうので、最後まで楽しんでてくれたらなと思います。 OK ですか？じゃあ次行ってみましょう。次はめったにバンドじゃなくてライブでやらない曲なので、聴いてください。パズル。We'll be right back.
ありがとうございます。今日はね、ちょっと尺的にMC をいっぱいしないといけなくて、ちょっとね、苦手なんですよね、MC が。なんで、最近、ちょっと私のお尻がバズった話でもしましょうか。私ですね、なんか普段エコピで検索してもらったらわかるんですけど、普段コスプレとかをよくしてるんですね。それで、なんかふと、なんかお尻の動画を上げたらですね、なんと 2.3 万いいねがついてしまって、バズりにバズり散らかってしまったんですね。それでイベントとかに行くと、お尻の方ですよねって言われて、いや、お尻の方ではない。なので皆さんは、エコピって覚えて帰ってください。お尻の方今日はお尻出してないけど、私のことをフォローしていただくと、少しエチエチな写真とかが見れるかもしれません。フォローします。ありがとうございます。いや、もうしてるし、ね、お尻なの。あ、お尻なんですよ。俺もお尻の話してる。あ、そうそうそう、お尻の話で楽しみだ。何だったっけ、何の店だったっけ、昼で喋りよったとこ、北極があるとこ。あー、蒙古タンメン。そう、蒙古タンメンなんたら中仏、中仏蒙古タンメンなんたらを食ったらね、もう肛門がバーニングですよ。肛門がバーニングですか。バーニング東京で食べて、そっから福岡に車で戻る途中、何回パーキング行ったか。メンバーみんな食べて、重症者が2人、もう交互に、あ、ちょっと次パーキング、もう次パーキング。まあ、もう辛いので、今日ね、昼ご飯を食べたら、ね、その俺がバーニングしそうなものを食べてる。いや、そう、なんか歌う前だから、あんまり辛いの食べ過ぎたら喉に悪いかなと思って、一番マックスの辛さの手前で我慢しました。でね、ちょっとレンゲでちょっと食ったら、もうこの辺しびれてバーニング、もうバーニング、口も肛門バーニング。超激辛で、超激辛です。そう、すごい、推しでバズった女とバーニングした男が揃ってる特別なバーニングというかですね、お尻バンドですね。お尻バンド、お尻バンド、お尻バンド、新しい、クレヨンしんちゃんみたいな。次はみんなでね、バニーガールとか来てやりたいですね。みんなでお尻でバズるバンドみたいな、新しい。おっさんのバニーガールきついよ、ね。いや、でも見てみたいと思う。いやいや、俺さ、あんなの入ったら、ここ座った時に多分出るよね。モコモコがね、なんか両サイドモコモコがもっこりちゃう。両サイドからなんか丸いのに1個出そうよ。え、やだーやだーやだー。バニーガール着るってから、そういうこと。大丈夫かな、この後結構いい感じにかっこいい曲するんだけど、なんかお尻お尻お尻大丈夫かな。次やる曲、ちなみにクイーンなんだけどさ、みんなここら辺にいる人は多分知ってって、一緒に歌うタイミングバッチリですよね。あれで、ちょっと待って、そんなあった。わかったわかった。皆さん前に、うん、おいでおいで、おいでおいで、おいでおいで、前に。バズった尻とバーニングした尻を刮目しなければ。あ、そうか。あ、今日はどうも。ちょっと忘れとったよ。主催の方。今日はどうもありがとうございます。本当に来ていただきまして。ね、今日オリジナルバンドのイベントなんですけど、さっき魔王魂でも叩いてましたけど、僕普段コピーバンドのイベントやってるんですよね。で、僕がドラムやってるとコピーバンドと思われるっていう。オリジナルです。魔王魂さんも本物ですからね。なんかさっきもコピー版って言われて違う、本人って言ったらえって言ってましたけど、イベントちょこちょこやってますので、ぜひ遊びに来てください。リミットブレイクっていうのはオリジナルバンドのイベントで、次は10月にビートステーションであるんですけど、もう今度はもうゴリゴリのメタルのイベントになるんで、ね、
じゃね？11月だ。なんで知ってんの？誰？誰？俺すごい。15過ぎだ。10月はそうです。クロスロックスっていうコピーバンドのイベントで、もう言い飽きたけども、僕 X ジャパンのコピーバンドやってるんですけど、あそこのねベースの蝶々とやってるんですけど、10月12日はアートオブライフっていう30分ある曲をやりますので、知ってる人はアートオブライフ、え、あのなちょこちょこ30分あるんですよ。あの X の曲で30分なんですよ。あのドタ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 言うのが30分なんです。この前練習してね、通して1回やったんですけど、めちゃめちゃ疲れて、今何分と思ったらまだ8分でした。そんな感じで、10月と11月ビートステーションで、ちょっとメタル大好きな方はぜひ、ICDD っていうですね、東京のバンドと来ますので、ぜひぜひ。とデンデン虫とガントレットと、私はアンクレイズっていうオリジナルバンド一応やってます。そのバンドも出ます。まあぜひツイッターじゃない X フォローしてください。お願いします。だそうです。お願いします。あ、全然告知じゃなくて、大丈夫ですか。よし、じゃあ皆さんいいですかね。あ、ガイドボーカル入ってるんで大丈夫です。それでは行きましょう。
週もあっという間ですが、ラストの曲になりました。ラストの曲が一番ぶち上がる曲なんでね。ぶち上がってもらってよろしいですかね。